はい、高須庵工房の高須庵です。どうぞ。あ、K です。はい、ゲストの K さんが、お呼びして、さ、最初からね、言ってるんですがちょっと待ってくださいね、これ書きますんでね。ちょっと書いてから始めたかったんですが、もう話し始めそうになったんでちょっと待ってくださいね。これなんですよ、皆さん、これなんですよ。天国の話ということで、あれ、ちょっと低いな。あ、いいですね。あの、Kさんが天国に行ってきたらしいんで、どういう感じだったか、ちょっと旅の記録をお聞きしようと思いまして、どういうことでしょうか。それ話していい、いいです、いいですか、うん、いいですか。いいです、いいと思う。はい、どんな話でもいいんですよ、こっちは。Kさんが良ければ。うん。うん、あの、天国に行ったことがある。うんうん。え、いつ頃、片道いくらでした？まあいいや、うん、何でもいいんで、ちょっと。どういうことですか？あの、病気をして、はい、手術を受けて、はい、その時です。うん。うん、あの、戻ってきたらオペ室だったっていう話で、うん、その時に見てた夢なのか、うん、自分がいて本当にいてきたのか、その生死をさまよってとかじゃなくて、これから手術ですよっていうのは別にこう、うん、前々から決まってる系ですよね。そのなんか事故ってもうやばいからすぐ手術せなあかんとか、そういう感じじゃないですよね。なくて、病気で、病気で今日手術の日麻酔してみたいな。そうです。その寝てる間にと。そうどんなノリでした？その時はあの、うん、私はあの白い、うん、こうペローンとしたこうワンピース、幽霊的なワンピースなんですけどはいはい、はい、西洋的な、はい、着ていて、で360度、うん、お花畑の景色のよくある、ある、はい、で雑木みたいな感じで、木がそのよくあるイメージですね、花畑の中に木が立ってて、うんうん、そこに浮いてたんです、そのドレス、はいはい、他に誰かいました？浮いて、すごく気持ちがいい場所で、うん、あの暖かい感じの、うん、安心する幸せな気持ちになれるような場所だったんですけど、うんうんうん、ぷかぷか浮いてたら天使が3人ぐらい来てくれたので、6人も。そうです。で、どんな感じでした？見た目、小便小僧みたいな感じの。羽は生えてるんですか？生えてたと思うんですけど、まあ、そのぐらいの感じの顔とか、あの、やっぱ外人ですか？感じの顔で、外人で日本人じゃない？金髪、うん、ディテールを知りたいなと思って。金髪、あの、別にバカにしてるわけじゃない金髪だったですね、うん、で、あの、私が木のところに浮いていたら、うん、天使が来て、で、アイコンタクトで行こうって言って、うん、で、両手に手をつないで、うんうん、そのまま花畑の上をふわふわ飛んでいくんです、うんうんうん、で、すごく気持ちがよくって楽しくって、うん、ずっとただふわ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 飛んでいくと、うん、前方の方にこう光が黄金に輝く、なんかこう光るところがあって、あそこに行くんだなってなんか思うんですね、うんうん、でもうじきそこに行けるなって思ったたどり着くよって言った時に、うん、あの名前を呼ばれて、うん、で終わりましたよみたいな手術終わりましたよみたいな、あの名前を呼ばれたんです。あ、それは現実世界から呼ばれたわけじゃなくて、その空間の世界で呼ばれた。名前をどこから、誰、姿は見えないんだけど私を呼ぶ人がいて、うんうんうん、って思った瞬間に最初にいた木のところに戻されるんですよね、うん、まだ現実世界には行ってない、行かない、ね、そうそう、うん、で木のところ戻ってきちゃったんだけど、うん、すごくいい場所で気持ちがよくて幸せを感じるようなところだったから、また、うん、行こうって天使
たちとアイコンタクトをしてまた行くんです。降りていく感じですかね。またそこの同じことを繰り返して光の方へ行くんです。あ、上行ったり下行ったりする。じゃあ、うん、飛んでく、ふわふわ花畑の上を飛んで、うん、光の方に向かっていくんですけど、うん、でもう一度呼ばれて、でその時にあの亡くなった知り合いの方の声だったっていうのを気づいて、うんうん、で亡くなってる人から名前を呼ばれてるって思って、うんうん、そしたらまた戻されちゃうんです、うん、木のところに。あ、何往復ぐらい？3回ぐらいしてるんです。それで私がやっぱり行きたいからこうやって行くんですけど、うん、また同じことをするんですけど、うんうんうん、あのそうすると今度また別の声で、うん、あなたはここへ来るべきではないと言われるんですよ、うんうん、で私はもうなんか辛いから、うん、あのそっちに行きたいんですって言ったら、うん、あなたはまだ来るべきじゃないからって言われて、うん、まあ戻されるっていうか。でそのものすごいあの期待を裏切らない話ですね。それでその時にイメージがしやすい話ですね。亡くなった方がもう本当に本当にもう絶対そっち行くんでないぐらいの勢いの、うん、叫ぶような感じで私の名前を呼んでいて、おまあ戻ってくるんですけど、うん、目を開けたらオペ室だったっていう、うんうんうん、まあちょっと伝えてないこともあるけど、あ他にもね、その時に、ね、動画で言いたくないことがあると、ね、言いたくない、うん、そうね、うんうん、あでもまあ来るべきではない、全体的に言うとそういう感じってことですね。そうです。そのすごくお花畑の綺麗な場所、でなんかあのすごくその時に感じた温かみみたいな、うん、ベールみたいなものが、うん、こう自分にこうまとわりついてる、今でもまとわりついてて、うんうん、なんかそれを感じてる、うん、常に感じてる感じです。うーん、で だけど怒ったり、うん、なんかそのいろんな感情にはなるけど、うん、そういうものをいつも感じてる感じでいます、うんうん、という話です。なるほど。さあ以上ですか。なんかそれに対してなんかあのそれに対してなんか僕ちゃちゃ入れたいんですけど、あんまり入れることがなかったっていうなんかあるかな、なんか、うん、でその時の景色以上って言ってこの動画が終わると、うん、ただのいい話で終わっちゃいますね。あ、そうまあいいんだけどそれでも、うん、でもちょっと絵に描いてみたいと思って、ちょっとクレヨンでその時の色彩とか思い出して、うん、はいはい、ちょっと描いてみたりしました今年。それはうまくいきましたか。あみ、うん、見た通りの感じで描けたという感じの絵は描けたんだけど、うんうん、本当に多分みんな見たことあるような花畑に木があってっていう感じなんだろうなって、うん、あの時々こうね川を歩いてたとか、うん、なんかよく聞くのはそういうあの川があって向こう側に木が一本大きいの生えとってでお花畑っていうのもよく聞くし、川は歩いてないし、うん、もう最初から花畑の上に木のところにこう、うんうんうん、でその川を渡って向こうに行くんじゃなくて上に行く話でしたね。その天使に連れて行かれるっていうね、連れてってもらうっていうかね。そうです、そうです。なるほど。そうです。それ、それもちょっと忘れられない。それは忘れられないでしょうね、うん、ということで、はい、はい、そうです、はい、そういう経験をしたことがある人が、うん、あんまりいないかな。そうでしょうね、あんまりいないでしょうけど、まあいい経験でしたね、それで、うん、そうですね、病気は良くないですけど、うん、またちゃんと絶対帰ってこれるなら、うん、いつでも行きたいと、はいはい、思えるような場所でしたね、うん、まあ、あんまり手軽に行けても値打ちないでしょうけど、ね、まあでも本当にいいところで、そうですね。なんかあったかな、僕ないか、ないよな。ない。僕はないな。こう波風なく生きてきてるんで今のところ。今のところ。
あのこれからちょっとあの甘いもの食べ過ぎで注意なんですけど、うん、甘いもの食べ過ぎてそういう経験するかもしれないですけど、病気になった病気なったらもしかしたら、あの痛風的な何かになったりとかして、あのなんか痛風はわかんないですけどね、気をつけないといけないですね。運動して食事をこう気をつけないと、という話でした。ありがとうございました。